あの広末さんがキャンドル・ジュンさんと、離婚が決まったっていうのを発表したんですけど、まあ、一部ではキャンドル・ジュンさんは結構な金もらったって話ですよね。しかもそれは、もしかしたら事務所が立て替えたのかもしれない。これ弁護士によると不貞行為の報道について、広瀬さんは自身で事実と認めているので、あくまでもそれを前提としてお話しします。このようなケースに至る場合、不貞された側がこれ以上不貞した側と離婚をめぐって争うことを好まず、かつ不貞した側が慰謝料なども含めた多額の解決金を支払う約束をし、不貞された側が離婚に合意したということが多いですね。ただ仮にキャンドル氏も同様に報じられた不貞行為をしていたと自身で認めた、もしくは証拠が存在したという事情であったとしたら、それほど多額の解決金を支払わずに離婚した可能性がありますと。過去の不倫を証明することは非常に難しい。当事者を探し証明できたともかなり時間かかります。その上、離婚を争っているということは女優としてのイメージも良くはない。かつその期間は仕事をすることは難しい。その状況の広末さんをキャスティングする制作サイト CM に起用する企業はないでしょう。広末さんサイトとしてはキャンドルさん側に言いたいことは山ほどあるけど、それを抑えて早期解決をする道を選んだのではないかと芸能関係者は言っていると。以前ね、佐藤健アミューズ、フラームの井上社長、キャンドル潤で話し合いが持たれ、佐藤健とキャンドル潤は示談が成立し、キャンドルさん側に示談金も払われたっていうことを事務所が主導でやったと。で、佐藤さんとの一件で事務所が裏でそのようなことをし、自身の夫に対してお金が発生したことを広末さんは知らなかった、まあ、その当時はね、後で知ったんでしょうけど、そのようなこともあり、広末さんの所属事務所の不信は強い。一方で所属事務所としては広末さんは看板女優であり、現在は謹慎中ですが、一定の期間を空ければ活動できる。発端は広末さんの行動にあったにせよ、そして広末さんからの信頼を失っていたとしても、所属事務所としては関わり続けたい大看板女優。キャンドル氏側への解決金慰謝料は広末さん本人だけではなく、所属事務所が一部負担しているのではないかっていうふうに。ただ今日ミヤネ屋で言って、橋本弁護士、まあ橋本徹が言ってたのもなるほどなと思ったのは、離婚して親権が広末さん側にあるっていうことは、キャンドル潤さんは不倫されて、慰謝料をもらったとしても養育費は払わなきゃいけないらしいんですよね。親である以上、それは落ち度が向こうにあっても、向こうに親権があるってことは一定額の養育費は払い続けなきゃいけない。だからもしかしたらその養育費も払わなくていいよっていうようなところで決着つけて離婚に至ったんじゃないかっていう橋本徹さんの見立てで、なるほどなと思いました。それはあるかもなと思ったのと、あとそこに出てた記者の、あれどっか新聞、芸能新聞系の記者だと思うんですけど、その人が言ってたのは、広末さんと鳥羽さんまだ切れてないと、今連絡が取り合ってると、再婚するんじゃないかって言ってんですよ。まさかね、この場において再婚するんじゃないかって言ってんですよ。鳥羽さんの方は鳥羽さんの方で今離婚に向けて話し合ってんじゃないかって言うんですよね、家族の方とね。そっちが落ち着いたら広末さんともしかしたら再婚するかもしれないみたいな、だからその方向に動くんじゃないかって言ってるんですよ。大丈夫かなと思った。アンミカさんはね、かなり嫌な顔してましたけどね、当然ね、それは大丈夫かなと思いますけどね、らしいんですよ、どうやら。